こんにちは、陳田山崎の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますアンテレクテュエルのですね、2階部分 1LDK タイプをご紹介させていただこうと思っております。私早速ね、お部屋の中入ってきてるんですけども、見ていただいておりますこの明るいお部屋がリビングとなります。非常にね、日の光も、たくさん入ってきて気持ちのいいリビングですね。こちらがバルコニーになるんですけども、バルコニー非常にね、日当たり抜群だと思います。こちらエアコンになるんですが、1台設備でついております。こちらがですね、綺麗に付いておりますカウンターキッチンになります。このカウンターの、ね、裏の部分にこういった収納があるのはとてもおしゃれですね。こちらの壁にはモニターの向きと給湯器のリモコンが付いております。こちらキッチン内部ですね、カウンターキッチン内部なんですが、ビルトインコンロでですね、このように2口元から付いております。シンクもですね、こんな感じで使い勝手良さそうですね。レジフードもとってもおしゃれで、ね、こうやって、おぉ、ね、いい感じですね。黄色のね、このビビッドな感じもまた可愛いですね。人気のキッチンです。はい、こちら玄関になるんですけども、玄関にはね、外から下駄箱の方がしっかりついております。こちら、開けますと、トイレですね。ウォシュレット付きとなっております。こちらの扉を開けますとね、水回りになるんですが、はい、こちら洗濯機置き場となっております。お隣こちらがですね、シャンプードレッサーになりまして、奥がお風呂となっております。窓もあってね、浴室乾燥機付きでとてもいいですね。こちら水回りの真正面にはですね、このような、クローゼットタイプの収納が付いております。こちらもう一部屋、洋室になります。こちら、大体6畳ほどのスペースになってくると思います。こちらの方にもですね、このような、収納スペースがございまして、非常に広々とした収納になっておりますので、一人でね、お使いいただく分には十分だと思います。以上でね、こちらの物件の、紹介の方は終わらせていただくんですけども、こちらの物件の詳細情報や場所や、まあ、賃料ですね、そういった諸々の情報は全て私どものページで、アップしておりますので、そちらの方の確認も合わせてお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、陳田山崎では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。